あの大学っていうのはその次の世代に新しい研究成果だったりを残す大事な使命があると思っています。でその一方実はすごい昔からある意味なんか伝統産業みたいになっていて、なかなか我々もその新しいことをやるというよりはこう結構受け継いできたものをこうそのまま渡すみたいな風になってるんです。次の世代に対してどういうことを残せばいいのかということのビジョンを決めなくちゃいけない。まずそのディスカッションをするというのがワークショップですし、さらにその結果をちゃんと後世につないでいくということで、アート作品という形で残していただこうというふうに思いました。坂東和幸さんの昭和史という本が今来て、日本の栄枯盛衰の歴史は、ほぼ40年の周期で栄枯盛衰が繰り返されるということが示されておりまして、40年あるいは50年というのは、時代の変わる一つの節目と、八神キャンパスがちょうど、本年で、50年を迎えるということで、将来に向けた考えをですね、アートにして、医学も面白いと思ったのが、今回のウォールアートの、チャレンジのきっかけになっています。It was really nice actually. I think that lately we all need to connect to art more, especially now that we are like dealing with the post-COVID and the fact that we could socialize, share our feelings about art and how we view the future was really nice and it gave me a very positive input of how I'm going to think my own future as well. 大学っていうのは特に固定されたイメージっていうのはなかったんですけど、きっとみんなもっといろんなところに住んでる人とかそういう人たちとのつながりがもっともっと増えてって、その中心に大学があってほしいなと。すごいいろいろな方のアイディアとか発想だとかをすごい共有していただいて、いろんな十人十色の考え方を知るとともに、そのアートっていう考え方にすごい面白かったなって思います。宇都宮涼子です。ワークショップから参加させてもらいました。自分のアートと皆さんのワークショップ内でいた意見の融合っていうものが自分にはない感性があって、それをこうミックスすることによってとてもなんか自分では出ないアイデアがアートとして表現されて、今までにない作品が出来上がったと思っております。この壁画は学生と共に成長する壁画だと思って制作しました。作品見ていただくと分かるんですけど、これすごい多様です。でこれをやっぱ実現しようと思うと、これから何年も、何十年もかけて頑張っていかなくちゃいけないというふうに思います。それをですね、こう新しい学生もしくは教職員が毎回見てですね、心を新たにしてほしいなというふうに思っています。